はい、こんにちは。菊美術館ラチです。今回はラジオシリーズから浮世絵をご紹介していきましょう。今月3月はラジオの方では全4回を通して毎週木曜日浮世絵をテーマにじっくりとやっていこうかなと思っていますが、 YouTube の方でもね、ちょっと浮世絵とはっていうことをやってみようかなと思っています。浮世絵といえば江戸文化、江戸文化と一口に言っても百花繚乱と表せるように多くの派閥や流派というのが登場していきました。狩野派、琳派、禅画、京都画壇、奇想派、そして浮世絵ですね。狩野派というのが一応公式の本流絵師集団ということで、まあすごいお偉いさんのところに仕えた狩野派っていうのがありましたよ。琳派っていうのは家系でやったとか、お弟子さんについてっていうことではなくて、イズムの継承をしていった人たちなので、すごくねデザインチックなんですよね。禅画というのは禅をね元に描いたっていう人たちです。京都画壇というのはラジオの方では伊藤若冲とか、あとは丸山応挙とかっていうのをご紹介していきました。江戸中期に活躍した京都で活躍した芸術家画壇ですね。奇想派というのは1969年に再発見された派閥でして、京都画壇とか、あとは禅画のメンバーとかっていうのが抜粋されたりとかしています。そして今回はその中でも町人文化を映した浮世絵をシリーズでお届けいたします。まずはね、浮世っていう語源についていこうかなと思います。私たちが書くのって浮くよって書くじゃないですか。でも元々は憂うっていう言葉を使っていたんですね。本来仏教的遠征感を背景に現世をつらいって見る意味っていうのが元々の意味だったみたいです。新古今集には山里に浮世いとわむ友もがなという歌があります。この山里に私のように辛い世の中から逃れた人がいてくれればいいのに、あーもう辛いよっていうような歌ですね。でこういう元がありました。それが漢語の不正っていうのを含んだのも相まって浮かれて暮らそうっていう俗世間の気持ちを含んだ言葉に変わっていったんですね。どうせだったら積極的に現世を楽しもうぜっていう意味になっていきました。で浮世絵っていうのはこういうね、浮かれた世の中をビジュアル化したような絵になってくるんですね。でこういうね思想が先んじて作品に転換していくっていうのは、私は日本文化の叙情的なところじゃないかなと思っています。ラジオで一回ねギリシャ神話っていうのを先月やったんですよ。で西洋ってもっと叙事的だったんですね。神を具現化したい、神話の話がまずあって、でこれを具現化どうにか彫刻でやりたいっつって、筋肉隆々のね、見よ俺の筋肉っつって、筋肉の完璧なプロポーションを追求したアルカイック彫刻とかね、そういうのが出てきたりとかしています。でその後キリスト教に行ったりとかも、偶像崇拝禁止でございますって言ってね、ビジュアルにするかしないかを議論したり、ビジュアル化するってなったらどうやってやるのが一番美しいかっていう、その視覚化するっていうことに重点が置いてあるのかなって思っています。それと対比すると、仏教とか東洋宗教とか、あとは日本文化っていうのはね、具現化っていうことにあんまりこだわっていないんじゃないかなっていうのを思っています。なので叙事的、西洋は叙事的で、日本文化っていうのはこういう叙情的なところが側面があるんじゃないかなっていうのは私は思っています。じゃあ江戸時代の人たちはなんで浮世、浮かれた現世を描こうとしたのか。これね、今の私たちからすると何ともないんですが、やっぱり当時の人たち、当時の絵っていうのはお偉いさんに向けて絵を描くっていうのは普通だったんですよ。だから現世を描くっていうのがすごく新しかったんですね。江戸の前、桃山時代の時に好まれたのはこういうね、狩野永徳の唐獅子図屏風みたいにすごくねダイナミックで筋肉隆々の獅子たちがこうボンボンっているっていう、そういうね力強い絵だったんですね。狩野派っていうのはこの永徳のあたりからお抱えの絵師になっていきます。永徳がすごくダイナミックで筋肉もうバッチリついたっていうね、そういう武家社会に好まれたようなのを代表作として残しています。これって戦国時代の後、安土桃山文化が形成されていくんですが、一斉にその各地に散らばっていた大名たちが一斉に京都とか大阪に一極集中していく。でそうなった時に織田信長とか豊臣秀吉っていうのは天下人としての権力とか
権威とかっていうのを示すためにもこういう美術というのは利用されていきました。で、安土城の天守閣とかもね、あの中国 の、 あの古代風のあしらいっていうのがされていまして、あの皇帝になりたい中国の皇帝、あの神々しい権力と権威をもう全部牛耳っているっていうのになりたいっていう願望がこういうところから見えてくるんじゃないかなと思います。あと時代は違うんですが、桃山文化のエネルギッシュさっていうのを継承しているのが姫路城、こういったね巨大建築ですよね。あの江戸に入るとお城勝手に作っちゃいけませんみたいになるみたい でこういう桃山文化の、ね、ダイナミックさっていうところにちょっと武士っぽさが残っているかなと思います。でそんなマッチョマインドな時代で巨大建築ボンボンって立っていった時に、あの絵師とかっていうのは襖絵とか屏風絵とかっていう発注もたくさんありまして、画風もこういうダイナミックなものが好まれたようですね。狩野永徳のこちらは檜傷屏風でございます。で江戸に入ると初期は武家社会の思考が続くんですが、永徳の孫狩野探幽からだんだん画風が落ち着いてきます。まあ平和になってくるんでね、探幽から絵師の専門家集団っていう感じでちゃんとがっちりとシステム化されていくんですね。あの永徳の時代はまだ個人個人だったんですよ。永徳がプロフェッショナルすぎて、いやもうどんな画風でも受けたまわりますっていう、もうプロのプロフェッショナルな感じだったんですけど、探幽の頃からもうちゃんとチームになっていって、で狩野派の描き方はこうである、でこうやって教育をさせるんだっていうのをがっちりと決まっていって、どんな画風でも描ける集団というのが作られてきました。でこれがちゃんと教育ができるので大衆にまで広がって、で教育するんですね。後に浮世絵師と呼ばれる人たちは狩野派のこのシステムで学んだりとかもしていたそうです。であと江戸に入るとやっぱり平和になってくるじゃないですか。で平和になるとね、それまで絵画っていうのは富裕層の人たちがたしなむものだった、だけど庶民の人たちのための絵画というのが登場してくるわけですね。浮世絵はその一つです。浮世絵の最初、肉質画という一点物を描くというのが主流だったんですが、版画の技術が上がって、で多くの人たちにあの手に渡るようになっていきました。値段も安かったんですね。かけそば1杯分ぐらいしかなかったそうです。最初は本の挿絵として普及していきました。これもね、あの江戸っていうのが当時識字率 70% とも言われている、世界でも稀に見る文字が読める庶民の人たちの集まりだったんですね。だから本がバンバン売れたんですよ。で本書いて、でその本の挿絵に絵を挟むっていうところから、庶民の人たちが絵を親しみを持つようになって、でだんだん版画が出てきて、その絵というのが単独で出てきたっていうのがこの浮世絵の流れになっていきます。題材はね、エンターテイメントが多かったわけですね。花魁とか、あとは町娘の美人画、美人画めちゃめちゃ売れたらしいです。あとは役者絵、ブロマイド、あのイケメンのなんかあのなんだっけ、市川團十郎のかっこいいブロマイドが欲しいわっていう感じで、あの町娘が買いに行ってたみたいですね。あとは春画とか大人の絵みたいなのも結構売れたみたいです。で1804年のあたりかな、あの天保の時代、天保の改革とかの時代に浮世絵の出版制限というのがかけられてしまいます。でその時に役者絵とか美人画というのが制限されてしまうんですね。あんまりエンターテイメントに力入れるなっていう感じで、そこで登場してきたのがこういう風景画です。風景画が頭角を現すんですね。旅行先の風景とか、まだ行ったことない風景のやつをお土産として買うとかっていうことが庶民の間で広まっていったっていうことなんですね。あとは青っていう色が使えるようになってきたというのも後押ししています。青ってね、それまではちょっと体色が激しかったのか、あんまり浮世絵で使われてなかったんですよ。あの江戸初期の作品とかっていうのは背景黄色だったりとか結構していたんですね。だけどあのそれがね、あの技術によってちゃんと使えるようになった。あとは海外から新しい青色、ベロ藍っていうね、すごく鮮やかな新しい青っていうのが輸入されてきて、で青っていうものをたくさん使えるようになった。だからね、風景画が人気になっていったっていう頭角を現していったということなんですね。
はい、ありがとうございました。いや、浮世絵調べててめちゃめちゃ楽しかったですね。で、このラジオシリーズは今月2021年の3月はこうやって浮世絵のシリーズとして全4回でご紹介していきます。最新回は番組の概要欄に書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。この YouTube チャンネル聞く美術館もアートについて美術について発信をしていきますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それでは。